ない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 あるないないあるあるコーナーいきます。木村拓哉が総理大臣になるドラマのあるある。ペンネームもう予想。末期がんに侵された木村拓哉が自分の人生の最後に環境の悪い地区に公園を作ろうとする。最後はその公園でブランコに乗ったままこと切れる。ある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 あリメイクっていうかぶち壊しブームね。黒沢明を卵で閉じてケチャップをかけるブームでしょ、ね、あ卵を閉じたらケチャップかけたら子供好きだろブームでしょ。そういう終わり方だったらすごいけどな。木村拓哉が総理大臣にやるドラマのあるある。ペンネーム我慢汁は男の勲章。突っ張ることよりはずっと勲章ですよね。突っ張ることなんか全然勲章じゃありませんけど、我慢汁は勲章ですよ。我慢してますから、すごい楽しいことを後回しにしてますから。クラスのブスコちゃんたちがにわか仕込みの政治知識で盛り上がってるのを見てとても死にたくなる。ある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 マッキーペン氏、最終回近くで小泉孝太郎あたりが出んじゃねえの。ありそうだね。ありそうだよね。すごいありそう。なんかさ、このテーマを出した責任というかさ、出したからにはね、多少見とかなきゃと思ってね、その本当に見て書いてるやつとそうじゃないののある程度区別つかないとかっこ悪いなと思って、ちょっと見とこうかなと思って、まあ、今日もなんか昼間再放送みたいなやってるでしょ、あれを見てたんだけどさ、今のさ、そのドラマ特有のさ、ギャグの間みたいなんじゃ耐えらんねえな。なんかあのやりとりもうわかんないけど威厳出ちゃうな。すごい勢いで、なんていうの、真面目なシーンも耐えらんないよ。真面目なシーンも耐えらんないんだけど、なんかそこはドラマの中のお約束だからみたいので、ちょっとおポンチなシーンがあるのね。その間みたいなやつが、まあ具体的に今日はなんか、あれ秘書かなんかの一人の安倍ちゃんが秘書かなんかで、安倍博さんが秘書かなんかの役だよね。で、その娘さんが、安倍ちゃん俺言ってあってるよね。醤油顔の。安倍博さんが秘書官かなんかの役、秘書かなんかの役で、その娘が、別れた女房かなんかの娘が、安倍博を訪ねてくるんだけど、なんだかんだで、わーって揉めちゃって、部屋に入って出てこないんだけど、そいつの彼氏が説得しに来て、誰、みんながあれだけ出てこいって言っても出てこないんだから、あんたが言ったって出てこないわよ、出てくるわけないわよって振って、あっさり出てくるってギャグをやるんだけど、その男が出てこいよって言ったのにあっさり出てくるってギャグが、もう耐えられないんだよ、なんか。もうわかんないけど、多分おしっこ漏らしてれば大丈夫だと思って、おしっこ漏らそうかって思うぐらい、今その場で俺が、今のリビング、テレビがあって、リビングに普通にパンツを下ろしておしっこを巻いてれば大丈夫な感じ。巻いてれば見ててもいいけど、そうじゃないんだったら見ちゃダメなんじゃねえかっていう間を出してくるんだけど、俺が悪いっていう結論で、基本的にはそれは俺が悪い。だってこんな視聴率の高いドラマなのに、俺がそこに合わないってことは俺の方が悪いんだなっていう、感じにはなりますね。いきます。ラジオネーム。コンゴからの使者、アメリカ大統領役でノッチ。俺はなんかね、そのね、月空の気取り具合でどこまでやるのかがすごく見たいよね。なんかその今言った小泉孝太郎が特別出演すんじゃねえの段階ね、アメリカ大統領でノッチ来る段階、それと
ラジオネーム猫の島。イケメン芸人のあいつがホリエモン的な悪役として登場。あるこれもなんかその旬の笑い芸人一人入れるっていうことを、ただ俺はね、キムタクサイドが許さない気がするんだよ、なんかね。それをやることでなんかこうわかんねえけど格が下がるみたいな、ドラマの格が下がるんじゃねえかみたいな感じ。うわー、ラジオネームマフージの杖。早くもスピンオフ作品ファーストレディー工藤静香の制作が決定。あるしかも秋元康が一枚噛んでるから、ね、あるさっきのパターンだと篠の目木村拓哉が総理大臣になるドラマのあるある。ドラマ内でのニュース番組に安藤優子や滝川クリステルなど曲のアナウンサーを強引にでも登場させようとする。あるどの段階まであるかすっげー知りたいよね、これ。あるうわー、小泉孝太郎ね。小泉孝太郎はすげー難しいとこだな。そうね。ラジオネームロイヤルプレコ。大悟がちょい役で出そう。うわー、出そうだな。どこだろうな。俺は本命が小泉孝太郎だね。俺対抗で大悟かな。大穴で平沢勝也かな。そこがチラッとだよ、チラッと歩くシーンか平沢勝也。あ、でも平沢勝也あれか、テレビタックルと裏か。テレビタックルと裏だっけ。テレビタックルと裏だとちょっとテレビタックルの恩義上出れない感じはするよね。でもそこがなかったら俺思うんだけど、平沢勝也とかああいう人に陳情に来た普通の親父の役をやらせて、政治家なんて俺たちも何も考えねえんだろうみたいなセリフを言わせることで、ちょっとセンス高くねえみたいな空気っていうのはなんかありがちなんだよね。ペンネーム鉄人。いわき信子的な議員役に飽きたけじょ。ラジオネーム明石裕二。木村拓哉が総理大臣になるドラマのあるある。第5話あたりで松並健四郎議員と全力で水をぶっかけ合うシーンが最高。こういうさ、本気で政治絡みのことは入んないよね、絶対ね。楽しめない、絶対楽しめないから、これは絶対入らないよね。ラジオネーム、みょうがおじさん大好き。何、みょうがおじさんって。国会議事堂の壁の役で伊集院光大抜擢されるも、セリフはない。あるラジオネーム白雪姫と七人の悪魔超人。木村拓哉が総理大臣になるドラマのあるある。国会にて貧乏人はウィダーインゼリーを飲め発言をして内閣総辞職。総理大ジンギスパンが。ドラマとパン関係ないから何にも。ドラマはドラマ、パンはパンですから。ドラマの視聴率がいいからってパンを売るって意味がわからないから。そんな、あのね、あるあるですから、ありそうなこと書いてくんないと。何ドラマの関連のパンって、世の中に存在しねえよ、そんなものの売り方。ペンネーム中距離自信マン。次のモノマネ紅白では絶対に堀がパーマのカツラをかぶると思う。ペンネーム今日も早漏、全部安倍晋太郎の夢だったというオチ。安倍晋太郎が目の下に真っ黒な
熊作ったままガバーって起きてね。で、横で神さんが、お米ないよって、なんだっけ、神さん。ハーゲンダッツ食ってる神さん。ハーゲンダッツばっか食ってる。アッキー。アッキーが。ね。続いて。トルネードゴロ。君のやろうとしてることは理想だよとかいう堅物と衝突を繰り返すが、結局総理の理想を押し通してうまくいく美談ばかり。本当だからびっくりするよね。ペンネーム青。アイスホッケーのパックが顔面に突き刺さった女ってどうなったのかな。どうしたんですかね。パック突き刺さったまま陳情に来る役で。ねえ、うわー。ペンネーム、残り試合全勝したら巨人優勝。さっきのパターンなんですけど、今後誰がゲストで出るかみたいな。東国原知事が陳情に来た宮崎県知事役でそのまま出る。うわー、リダチだなあるいいね、持ってんね。ラジオネーム栃木の木村。総理のキムタクと、総理のキムタクに怒られる安倍晋三、そして、そのライバル役の貴乃花親方、そんな松村君の新ネタ。もうやる気満々でしょ、松村君。松村君、ビデオ出て100回見てると思うもん。ここ使える、あそこ使えるみたいなやつで。そうですね。こんなとこですかね。ラジオネーム、ウルトラマン木田太郎。木村拓哉が、総理大臣のドラマでのあるある。石原良純と長嶋一茂が司会ってなんだよと思っていたが、意外にすんなり見られている自分に驚きを隠せない。あるなんだっけあれ。ある自分ちゃんのやつ。ご近所の常識みたいで、俺一回出てるもん、これ。ある最初に、そのキャスティング表見たときに、なんだこれやと思ったのね。この司会ねえだろと思ったけど、意外に見れるの。意外に、長嶋一茂、なんていうの、マイナスとマイナスをかけるとプラスになる感じの、なんかその私だけみたいな常識をすごい一生懸命やるやつで、なんかこうすごいテレ東らしく 10% 取ってる限りは続けようねみたいな、そういうみんなが必死にその月9を倒そうとしてる時に、なんつったらいいのかな、まあ月9だって 100% 取るわけじゃないもんねみたいな感じの合言葉でやってるね、番組。あ、もう一個どうかな。ペンネーム、ボタン原人。今度は総理。これまではピアニスト、配達人、高校代理店、美容師、検事、コックさんの見習い、パイロット、アイスホッケー選手、レーサー。ガチャピンか、お前は。来週のテーマは、上海万博で、自分がテーマのパビリオンを出す時のあるある。俺感ですよね。俺感だよな。俺感何を置こうかな。俺にまつわるすごいそのものをいっぱい置くわけですよね。入り口にはドロッと溶けた紙粘土の人形が置いてある。ドロッと溶けて中からちょっとエロ生地が見え隠れしてる紙粘土の作りかけの人形とかありますよね。上海万博で自分がテーマのパビリオン、俺感を出す時のあるある。ペンネーム丸ごとブキャナン。俺の尿道結石を見るために長蛇の列。俺の石ですよね。俺の石館にみんな俺館に俺の石が展示されてるらしいよっつって。で、俺の石の偽物とかもすごい出回りますからね。で、多分上海万博とか中国結構去年おとしあたりこう有人その宇宙飛行みたいなのあったから、月の石みたいなのも出ると思うんですけど、俺の石の方がみんな絶対見たがりますからね。ペンネームガムシロップ。俺館の一番目立つところに主因カウンターが設置されており、このように生を受けてから今までの総主因回数をリアルタイムでカウントしている。ある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 あ
25歳として主演デビュー中2としてまあ10年ぐらいで、1日4回として多くねえお前の考え方今伊集院さんのオナニーライフ垣間見えたけど多くねえそのカウントの仕方ねえまあまあそれあるじゃんかでも何が恥ずかしいっつってもその開幕日が終わるじゃんで開幕日にみんなゲラゲラ笑うしうわ何回やってんだって俺館の入り口のところでそれでいてまあそのカウンターの前で面白いから写真撮ったりとかするじゃんそれでいて友達夏休み明けに行ったみたいな上海万博行ったなんつって明けの時に俺館の入り口消されじゃなかったって言われて1日違いのやつが 3,4 回増えてるとえお前一晩にあれだ俺感があのこけら落としになったっていう興奮でだみたいのですんごい増えてる人があるんだよねものすごい増えてる人が熱帯夜なかなかみたいなペンネーム岡村お母さんに絶対見に来んなよ絶対見に来んなよっているけどしれっと見に来るわペンネーム夜波音136週刊ストーリーランドに送ったがかすりもしなかった自作短編小説を販売ガチャポンの空き容器を使った主品技術を初公開世界に先駆け初公開だからね入場料大人500円、子供200円、童貞無料、女性無料、ブス1000円、やりちん3万5000円、荒俣博士100円。来てほしいんだ、荒俣博士、微妙に。微妙に来てほしいんだ。面白いな、夜波音136。小田くん、俺館に展示するから、ランマ2分の1を返してくれないかな。ペンネーム休め世界一上海万博で自分がテーマのパビリオンオレ感を出す時のあるあるコスモオレ丸のキーホルダーが大量に売れ残るあ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 るオレ感出そうと思ってさ、オレ感だったら何飾ると思った時の、対して飾るものってないじゃん。その寂しさったらないね。展示物系では、今日も騒動。電話はしたものの、面接には行かなかったバイトの履歴書が床に散らばっている。展示じゃない。オーラの歪み。俺の名言のコーナーには中学時代に吐いたであろう恥ずかしい妄言の数々がでかく表示されておりそこに入ると死にたくなるあ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 るペンネーム銀狐夜に泣く俺の歴史年表内におきまして平成12年13年と2年連続して学年の欄に高校2年という記載がありますが誤りではありませんプラチスラバ大学時代のコーナーが1年で終わっていますが誤りではありませんペンネーム銀狐夜に泣く隣には自分と同い年のダルビッシュ優をテーマにしたダルビッシュ感がある21歳にして子持ち日ハムのエースであるダルビッシュに対して俺感ときたら何の優勝気もないもんね何の優勝気もね何のユニコーンもないもんねペンネームオレンジそこのガキおいガンプラ動かすんじゃねえよジャブローが台無しだろペンネーム91改め95捨てたはずのうんこ付きパンツが展示されているオレ感さ2つ解釈があるんだけどさ俺プロデュースでオレ感を作ってるのとさ誰かに勝手にオレ感を作られてるのあるけど俺のニュアンスとしては
上海万博で自分がテーマのパビリオン俺感を出す時だから自分で出すイメージだったから、その捨てたはずのうんこパンツが展示されてるのはおかしいんだよね。お母さんの仕業っぽいよね。てかお母さんの仕業でもないよね。俺に嫌がらせをしたいもののあの仕業だもんね。そうですね。ペンネームベキヤマ。メダルを入れてアルファベットを選ぶと自分だけの名前入りメダルが作れる機械を置く。あったね。なんかダイヤルのガチャンガチャンってやつね。今のにあんのよね。大マンモス博っていうの。小学校ぐらいの時に行って、で、その、すごい頼んだわけ。うち兄弟4人いるからさ、あんなメダル4人全部作ったら、こう、大変には結構ね、なんか1個250円とかするから、どうしても作りてえっつって。これで、その、自分で回したいわけ。その、ダイヤルを。でも横から兄貴が回してくれる回してくれて自分でやりてえって言ったのにも言ってローマ字を間違えちゃって、で田中の N を押さないでたあたかみたいなやっちゃって、でもなんかそれをすごいバカにされるたびにこれでいいっていうこう話をするわけで、ちょうどローマ字習ったぐらいの時なんだよ、小学校1年か2年ぐらい。なんかローマ字をな外人って塾みたいなとこで習ったんだ、習ったばっかりの頃で、で、やりたくしょうがない。で、それ言われるから、ターカーになっちゃったんだけど、すごい、こう、ターカー、お前は田中、うちの子じゃないもん、ターカーだからとか言うわけ、兄弟とかが。これなんかどう間違え、どうひねくれたのかわかんないけど、しばらくどこに行ってもターカーって書くこと。自分の名前をター、いわゆる、小学生にとって学校の、その普通のテストの名前のとこなんて、絶対的に公式文書じゃん。でももうそこはなんかわかんない、もう俺じゃあターカでいいからと思ってしばらくターカターカってひらがなで書いてて、なんか最終的にはお兄ちゃんが俺に土下座して謝る形でじゃあ田中に戻ってやらないこともないっていう、そういう話を思い出して、これをすることに何の意味があったのだって思い出した、だって思い出したんだもん、しょうがないね、だって思い出したんだもん、それ思い出したんだ、しょうがないの。ペンネーム猫の島。館内にうっすら流れている BGM は若さに任せて作ってしまった尾崎豊っぽい自作曲。なぜ流すんだよ、流さなくていいよ。そして、まああんまりこう投稿的にもおまけが増えても困る、今日も1個しか読めませんけど、ペンネーム秋箱。加納姉妹とヒゲ男爵ってキャラ被ってねえか。ある、ある、同じコンセプトのギャグでしょ、同じコンセプトの、同じコンセプトのギャグでしょうよ、ステーキ食べてる的な。クルーザーは、クルーザーはどこギャグでしょ、ね、クルーザーはどこギャグとルネッサンでしょ、一緒ですよ基本的に。だから加納姉妹にさちょっと吹き込んだら絶対大勢嘘ドッキリで、ドッキリでその嘘の社交デビューみたいなさせたら、多分それじゃあ乾杯の女の方よろしいですかって言ったらルネッサンって言うと思うよ多分お姉さんね。さあ、それじゃあですね、ナイナイあるある今週のテーマですが、今週のテーマはですね、プロポーズで渡そうとした大事な指輪が突如現れた巨大な野生イノシシの牙にすっぽりとはまってしまった時のあるある、ね、プロポーズで渡そうとした大事な指輪が突如現れた巨大な野生イノシシの牙にすっぽりとはまってしまった時のあるある。正面絶対ダメですよ、正面は。思ってる以上にあんなでかくて豚系だからね、パワーはあるけど大したスピードじゃねえだろうなんていうことを考える間もないよ、考える間もなくやられますからね。プロポーズで渡そうとしていた大事な指輪が突如現れた野生イノシシの牙にすっぽりとはまってしまった時のあるある。ジェロ先輩、野生イノシシかと思ったら
猪瀬直樹だったので話したら返してくれた。あるある、あのね、猪瀬さんはね、あんな顔ですけど、あるすごく優しい人なんです。びっくりしますよ。あの猪瀬さんはいい怪獣ですから、猪瀬さんが最初にウルトラ Q に登場した時はあのすごい発電所とかを壊したんですけど、ウルトラマンに出てからの猪瀬直樹さんはあの都民の味方ですから。続いて、プロポーズで渡そうとしてた大事な指輪が突如現れた野生イノシシの牙にすっぽりとはまってしまった時のあるある。ペンネーム、パンがなければマグロを食べればいいのに。そんなオープニングのロードオブザリング。ラジオネーム、量子コンピューターおばあちゃん。焦らずにあらかじめ指輪に仕込んでおいたマイクロ爆弾のリモコンスイッチをオン。爆音のした方向に急いで駆けつけ、その日の夜はみんなでボタン鍋。これね、すごいのは、これ今のがラジオネーム量子コンピューターおばあちゃんね。ラジオネームアルハザード。慌ててイノシシを追いかけようとした彼女に大丈夫だよと微笑んだ僕はポケットから取り出したリモコンの赤いボタンを押した。すると指輪が大爆発。無事イノシシを仕留めることができた。が、プロポーズはなぜか断られた。何の時のためのものなんだと思うんですよね。ペンネーム、現実逃避ジャーニーで、しょうがねえからそのイノシシと結婚してやったんだという父親が酔った時によく出る話。ある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 、必ず父親って言うみたいね。そのうちのも言ってたもんな、なんかその母さん結婚してくれないと死ぬって言うもんだから的なことを言うんだよね。気持ち悪い。続いて、ペンネーム、純章。プロポーズで渡そうとしてた大事な指輪が突如現れた野生イノシシの牙にすっぽりとはまってしまった時のあるある。今しがた俺のチンポから抜けたばっかりだったのに。ある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 あ。偶然そこにいたムツゴロウさんに、すいません、代わりになんとか取り返してくださいと懇願したが、今それどこじゃない。それどこじゃないの、ムツゴロウさんのそれどこじゃないから。今ムツゴロウさん、野良ムツゴロウさんになりかけてるから。続いて、ラジオネーム、ゲオルグ。そんな比喩に富んだ話をため息混じりにする森三中村上の夫。ある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 。ペンネーム、南埼玉ガーダーベルツ。指輪を抜こうと石鹸水を塗りたくるものの、それがイノシシの目に入ってしまい、ものすごく抵抗される。落ち着いてんなお前、ものすごい。ラジオネーム、主任運転士。イノシシは喜び勇んで逃げていった。それがきっかけで別れてしまったと言い、嘘彼女との結末をつける。だからしょうがないよね、だってイノシシ、あんな可愛いイノシシを殺すわけにもいかないしみたいな。ペンネーム、怪盗ゴリラ店。巨大なイノシシごとプレゼントされて困る彼女。牙の部分をよく見てごらんとサプライズプロポーズだ。まあ嬉しいと、いきなりこれあげるよ、なんで私にイノシシなんて。牙のところをよく見てごらん、まあじゃねえよ。まあじゃねえ、その牙のところにすごいその指輪刺さってかもしんないけど、そのさらに先端見ると鼻が湿ってて、フルゴーフルゴーって言うじゃねえか。生きてんねん、生きてんねん、それなんとかしてからだろうよ。そう
ですね。ペンネームポテンシャルあやこ。プロポーズする予定の相手が大山増達子ちゃんだったのでことなきを得る。ある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 ペンネームキリン改めマリコナビ。力石徹よろしく。華麗なステップで他のイノシシをかわしつつ、指輪がはまっているイノシシにパンチ一発で KO して無事指輪を回収。ある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 これ女の方だったらいいんだけどね。女の方が男うわーやっちゃったと思ってんだけど、女の子パレーパレーパレーって言ってそれでも結婚しようと思うかどうかって話しますよ。ということで、ないないあるある今度のテーマですが、次のテーマ、今度の戦争が終わったらふるさとのアイダホに帰って俺結婚すんだと一言残した兵士が何事もなく生きて帰ってきた時のあるある明日の総攻撃を前にでしょ。明日の総攻撃を前に銃の手入れとかしながら、なんかこうなロケットってのあの首から ぶら下げる首飾りの中に写真が入るやつを見せながら、この戦争が終わったらふるさとのアイダホに帰って俺こいつと結婚するんだって一言残した兵士がですね、ね、一言残し、しかもそこに流れ星が流れてますからね次の日の総攻撃で何事もなく生きて帰ってお守り代わりにこのジッポを持ってけよって胸ポケットにジッポを入れといたんだけど、左胸を撃たれて死んでるやつもいますからそれはあれじゃ、あれじゃねえのって言うけど、そっちの時にあれじゃねえのって言いながら逆方向チューンって言ったらこいつ生き残っちゃってんだよな、なんでなんだろうな、これ言ったやつは確か生き残んでって聞いたんだけどな今度の戦争が終わったら俺ふるさとのアイダホに帰って結婚するんだと一言言い残した兵士がね、こうロケットの中の彼女の写真なんか見せながらね、別段何事もなく生きて帰ってきた時のあるあるっていうか、俺後で気づいたんだけど絶対こっちの方が本当のあるあるだよね。だからってこんなこと言ったからって確実に死ぬみたいな方が実はないよね。だからこれはそのあるある始まって以来の本当にそうじゃんっていう話なんですけど、いただいたやつは、ペンネームサバカン。一方その子ふるさとアイダホでは婚約者が連続殺人事件に巻き込まれていた。この中に殺人鬼がいるかもしれないのよ、一緒にいるなんて考えられないわって言って部屋から飛び出したのに普通に生還したって。お前死ぬやつだろそれ。知ってるか、このキャンプ場お化けが出るって話だぜって言いながらハンモックでセックスしてたやつも普通に帰ってきたで、お前口だけにされるやつじゃねえぞみたいな本当に、ペンネーム量子コンピューターおばあちゃん。子供生まれたんだって。まあこう軍のそういう遠征先に届いたハガキみたいだよね。子供生まれたんだって男の子。もちろん俺のことだよバカ野郎。帰ったらさグローブとバット買ってやって絶対ベースボールプレイヤーにするんだと言いながら嬉しそうにその手紙を見せてくれたやつが無事に帰ってくる。子供も帰ってくる。基本みんな無事に帰ってますよ。関係ないですか、無事か無事じゃないかね。同じく量子コンピューターおばあちゃん。第一印象が最悪だった鬼軍曹も最後までただ嫌なやつのまま帰ってくる。さっきは戦争ってほど戦争じゃねえなお前。
あれなんだ、俺がお前らに必要に厳しくした理由は、自分のミスで自分の同僚を亡くした時もそういう俺はおちゃらけた気持ちだったからなんだっていうことと、お前らには未来があるからみたいなことを言い残して、敵の注意を引くために右に展開し蜂の巣になるみたいなことはこの軍曹はないの？あいつ嫌なやつだったな、なんつって戦争終わって市会議員になったらしいよ。ふーんだって。そうですね、違うパターン。今度の戦争が終わったらふるさとのアイダホに帰って俺結婚するんだと一言残した兵士が何事もなく生きて帰った時のあるある。ペンネーム地雷アモーと寝ない子誰だ。そいつはスティーブン・セガールなのでどんなセリフを言っても知らない。セガール何でも何があっても死なないからね基本的にね。ペンネーム戦国。戦場でチェリーボーイってバレたらみんなにいじめられるのでフィンハンセがいるとか嘘をついてすいませんでした。ポツンって、ね、帰ったらね、普通アイダホに戻ってきたところでその家から女が出てきて抱きついたりして終わるんだけど、別に出てこないからね、家でこうやって座ってみんなにメールで彼女いるって嘘でしたっていう、そりゃ死なねえわなみたいな。続いて、ペラーニ。そんなキッザニアの傭兵シミュレーション、我が部隊はどんなことがあっても人を死なせることはない。キッザニアにないから、傭兵のシミュレーションないから。キッザニアは子供向けになってるから誰も死なないようになってますからね。ラジオネームお預けって、お前生きて帰ってくるんかーい。もう読み方ちゃんとしてたよ俺。ラジオネームデオキシリボスケさん。その後見た戦争映画で同じようなシチュエーションで兵士が死んでしまう場面を見ていると必ず、まあ俺は同じ感じで生き残ったけどねってうるさい。うるさいね。今度の戦争が終わったらふるさとのアイダホに帰って俺結婚するんだと一言残した兵士が何事もなく生きて帰ってきた時のあるある。ペンネームシルバーカマキリ。ねえなんで死んでないの、もう超気持ち悪い。まあお笑いブームですよね今ね、やっぱね、お笑いブームだからな、ちゃちゃちゃーすからのねやつですよね。そうですね。さあ、ペンネーム動画ね VV。 ラーメン戦争だった。ある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 こういうさ息抜きもさ欲しいじゃん今回。すごい書きにくい書きにくいシチュエーションだったからそれしょうがないじゃんね。そうですね。ラジオネーム唐揚げ大好き。今度の戦争が終わったらふるさとのアイダホに帰って俺結婚するんだと一言残した兵士が何事もなく生きて帰ってきた時のあるある。そんな始まり方をするポテロングの CM。 ある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 ねえよ、なんでそんな一旦ウェットにしてからすごい楽しくしてんだよ。最終的にラジオネーム沢一。その時兵士が食べていたのがハンバーグカレー。まさかそのハンバーグカレー一つでフランス外国人部隊を壊滅に追い込むとは思わなかった。
僕らの番組を長くお聞きいただいている方には、懐かしいフレーズですけど、ちょっと今回はね、書くの難しかったと思いますが、次回は皆さんも経験したことがあるようなやつなんで、まあ季節ネタも入ってますから、北京オリンピック男子20日ネズミ敷き詰めトラック110メートルハードル決勝でのあるあるです。あの例のあのね、陸上の花と言われているトラックに全部もう20日ネズミがびっちり隙間なく敷かれているところをハードルをね飛んでいくっていうやってね、結構転ぶ人とね、あと観客がボーグレーってなったりするのがすごいおなじみなんですよね。であのトラック競技は同時にやっているあのアルマジロ投げの室伏の投げたアルマジロがそこに来て地獄絵図みたいになるととかもまああるあるとしてはよくありますからね。北京